Oh!
Ah!
Bison in perfect round.
Tyson wins! Round 3, fight!
愛。
じゃあ四季の細道、あれ入ってる、これ入ってるかな、入ってるね。四季の細道9時ぐらいから始めるんで、まあ、それまで適当にのじらしてください。お、タツトシさん、ありがとうございます。聞こえてますね。じゃあ、ぼちぼち第35回四季の細道を始めようかな。そうですね、最初は茶丸さんとロードさん。あ、で、やるときにお金払った覚えのない人は払っていただけると100円になります。そうそうっす、100円です。ありがとうございます。今のがロードです。
あ、いや、それもそうなんですけど。あれ、あ、お金。あ、じゃあ50円にしたら、そのまま入れてください。あ、じゃあ2くれ。はい。さあ、お待たせしました。最初は 1P 側がお茶丸さんのホンダ、 2P 側がロードさんの SKN ですね。さあ、昇竜拳上から画面端まで持っていって、キャッもらって、さあ端は背負わしたが、もう昇竜拳引っ掛ける。そうですね、鬼無双が溜まってて、まずはお茶丸さんが1本。さあ、勝利拳、剣側はそんな頑張って勝利拳とか当てなくても、遠くから波動拳打って飛んだとこだけ落としていればなんとかかんとか。しかも S 剣はかなり反撃強さ持ってる。さ、今のは勝利拳入るところ、勝利拳引っ掛ける。あー、噛み合った。あ、引っかからない。遠い腸から寄らせて安い。クリタツマヒから投げに行ったっぽかったんですが、心が折れなかったお茶丸さんがまず一勝。さあ、2人目ヒカルさんですね。突き当たって高めだが爪で暴れる。さあ、壁に飛べない、壁から出られない、出られない。さあ、出た1回。おっと、避けたんですが、確実の前に。三角飛び削って、爪が取れて、さあ、ヒカル君は爪拾わないスタイル。拾わなかったんですが、百裂ねじ込まれて、ジャマルさん2連勝。さあ、次サジさんですね。画面を見てないうちに、今日お茶丸さん調子いいですね。あ、投げる、おっと、ゲミがない、めくりはもらって、おっと、なんか最初の1個が繋がってない気がしますが、とりあえずさんが取り返す。スキップ。さあ、相打ちだが蹴りが全然違う。さあ、頭突きが当たる当たる。さあ、お次失敗。さあ、今度はガード特別で暴れて投げーす。めくりが使ってお茶丸さん3連勝。次はスーさんですね。
さあ S 流はきついと言ってますが、さっき S 剣倒してるんで、まあ似たようなものということで大して変わらないです。昇竜で無理やり割り込んで、さあ今の割れなかった。すかしたが、竜巻で壁から出てみたが、中盤でケチッと落とされて、邪魔者が止まらないですね。さあ次、垂直、まずは懐かしの。暗い百列可能だ、怪しまない、あれでいい感じがします。さあ窓踏んで踏んでダイヤスタイク、さあ疎通っぽい動きを見ている。飛びをやめなかった。さあザ・セロテープさん主催者なのか知らんけど、とはいえ相手はホンダなんで、さあ開幕出足、さあ X の出足は S から比べるとちょっと弱体化してますが、使いどころを選べば十分に使える技です。さあ全く近寄れないセロテープ、さあ内野手当てたが体力の、おっと遠いっすね、明らかに今スクリュー前じゃないっすね、どう見ても桜井陽一郎、さあこれは落として、でさあ置き攻めは、さあ素晴らしい、画面中央でスクリュー決めた後にバニシングを打たないという安全策、まあ、一応それでもねジャンプショーキックスクリューの前ではいけるんで、この辺は老人ならではの老快な処世術。さあダブルアイで落として、さあ吸ってもう一回決めれば、勝ったのはセロテープ。ペコさん、ペコさん試合です。ペコさんいる？いない？あ、いたいたいた。さあ10分前ぐらいに来たペコさん、全く温まってないんで、ここはセロテープ狙い目かと。さあしかもメインキャラではないので、ここはセロテープ勝っておきたいが、さあしかし昇竜拳落としてめくりから掴んで、おっと長田スクリュー、技が増えてやがる、スラムダンク的な話ですけど、さあ大足、さあお互い目の前で技空振り合ってますが、特に効果的なお釣りはなく、ダブライ落として、さあ垂直、あれはかける5で見た動き、さあ大足、さあタッチシューパン、さあ今の昇竜拳は何だ踏み込み台足に置いてありましたね。さあ3ラウンド目台足決めて、リバサじゃないが割っていく、
さあ出して、さあピオラして、スクリュー勝ったのセロテープ、続いて友田さんのバイソン、バイソン残儀はお互い気持ち悪い試合になりがち。さあコパの脱破がやはりこの技肝になりますね。さあこれは大チャンス、さあ安く済ました。まあ、バイソン相手だとね、残儀は正面アントビの方がいいですね。めくるより今みたいにヘッドを逃げられると惜しくないです。あーこれは削りクレイジーが怖いが行くしかない。おう、できる昇級大足。さあ1本目を取ったな、セロテープ。さあ画面味が近いぞ。こうなるとバイソンがプレッシャーと戦わなければいけない。これは大足決めて、これはバニーム勝ったのはセロテープ。次はハクさん。クレジット。ああここまでは順調に来ているテープですが、ガイルはさすがにきつそう。しかし先ほどホンダを破ったセロテープならいけるか。画面端まで追い込んだが、さあ今踏み込んだが止められた。さあワンチャンあればいけるか。お、飛んでる。しかしガードしてる裏剣さあ立ちキック。さあ王様じゃない。がしかししっかり、さあこれは美味しい、ガイルが美味しい相手です。しかしダメージは残儀が弱。さあしかし中央にいる間はガイルもまだ余裕がありますね、精神的に。さあうまいダイエットスクリュー、立ち中継、バックジャンプ読みですかね。さあ3ラウンド目。さあガイル側はとりあえず画面通したいですね。そうすれば1回ダウンしても、そうですねこのぐらいの、あっとこのサーバーは痛い。あとガイル冷静なガード。さあセロテープはだいぶきつくなってきた。あっと今これ終わったな、余生1ラウンド目の裏剣が。さあ KKY さんのブランカですね。なんとはるばる今日は出張で来てくれたのかと思ったらば、普通に遊びに来てくれたみたいです。KKY がいろんなキャラが使える中で選んだのはブランカ。さすらの距離、バーチカルも出る、3段入れて、これはちょっと経験がないとかなり辛そうですね。さあサマースとして噛んでスラ、ああ喋っているうちに残り3トットぐらいになっている。さあ垂直、そしてバックステップローリング、ペチ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 と。
最後はジャンプ昇級。さあうねさんですね。ここまではガイルガイルと KKY さんブランカー選んで大正解的な感じで、ね、さあ2体目の白いガイル、上が取って落として前足めくりを出してあの距離のサマーは当たらない。おっと歩いた、グランカツカに聞いたらちょっとスタブが結構嫌だ的なことは聞いたんですが、めくりから3段、おっとできるタイプ、ドンピシャですね。成長している。ただあのサマーだけが打ってしまう。さあ上からの2段出さなかったが、サマースカルンでガードしてみたらば普通にめくりを食らってしまうという。さあここでハスラーさん、今日はビーズを届けにわざわざ埼玉県の四季まで、新座までありがとうございます。さあ、ね、なかなか見られないカードなんですが、爪、さあバルログ使いが勉強しています。さあ式のバルログ使いがバルセロナは全部落とされるかと思ったらば、爪を早出しすると爪が勝つことがあるということを学習中です。さあバーチカル広げる前にバーチカル当てちゃう。なんでで早出し逆上から、さあ最後は壁にたどり着けなかった。ローリング、落として爪、で早出し、今怪しい前、さあローリング打っているんですか。これがバルログだといった感じの。さあここで今到着した青木サイクロン先生の、さあ来て早々バルログで申し訳ないような申し訳なくないような感じなんですけど、まあ、ね、ストツーでバルログ嫌がったらもうねストツーできなくなっちゃうんで。さあ大沢さん、なぜかエメラルドグリーンのサイクロン、あれですかね、1クレ目の色を選んじゃった的な感じなんですかね。さあ特に述べることもないままバルログの声がこだまして、さあわざわざスパコンで、そんなに1万点欲しかったかと。1万点入ると入らないと大違いですからね。スライディング、あ言った。さあ今ちょっとチャンスっぽい雰囲気もあったんですが、頭突きを置いてみたり立ち台パンを振ってみたりガードしてみたり、さあ台パン、さあ寄った、バルログ大ピンチ。
だったんですが、勝ったのはハスラーさん。さあ、なんと1周目今のところ1位はお茶丸さんの本田の4連勝、追っているのがセロテープさんの3連勝、ハスラーさんは2連勝中ですね。はい、果たし、おっと、スピング、テンション、なんかこう、間合いがどうとかがないんで、技の名前を叫ぶぐらいしか量がないですね。スパコンで光って、テラー3発、さあ氷で半分、6割、8割、すごい壁超地下早出しの、さあ、お、いや、お茶丸さん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 の本田でお願いします。さあ、ハスラーさん、4人目の相手はお茶丸さん。先ほど丸ノブを倒していたような気もするんですが、動きがかなり別物ですね。さあ、ガード投げて後ろから蹴り、ガードされてテラー蹴り、あっとワンチャン、さあ右行ったり左行ったりしてたんですが、本日何度目のスパコンか。さあ、ロードさんの S 剣、俺が世間話をしてるうちにロードさんがめくり昇竜拳、あーガードした、ガードできない、ガード打ってめくりを拒否、投げ出た、投げて角毛打っている、下がりスライディング、最後は爪、ヒカルさんですね。あ、いたいた。さあ、バルログ。そう。そうですね。卒の最終形態ですね。さあ、青い方がハスラーさん。赤と黄色の方が。ヒカルさんですね。さあ投げ
点で拒否って、さあ、あの早出しが、続いて伊佐治さんですね。伊佐治さんお願いします。さあ、伊佐治さん、この辺で止めていただけると非常に、さあ、爪で中足からスパイラル、とすられ拒否った相打ち、優しい爪、おっと、スパコン、のはかすれば勝ちみたいな、中足キャノン置いてフーリーは落とさない、早出しをかなり機能したもんね、確かに。さあキャノン根元垂直からスパイラル投げて、変なパンチが味方って、爪がないが、爪がないが、どうするこれ。さあ、最後だけ爪があった。さあ爪ありがとう。ニヤニヤいから相打ち、相打ち、さあ強化されてキャノン出る、めくりから、さあキャノンの後に追っかけるようにバルセロナガードしたが、しかしおっと最後はスカイハイクのギャミー、ちっちゃいから結構当たりにくいと思うんですが、さあ次でスーさんの S 流、ぼちぼち一周が見えてくるぐらいの感じになってますね。さんの S 流、正面からひょう、すかして爪、竜巻当たった、さあちょっと投げは遠かったが昇竜拳、竜巻は逆、竜巻ぐるぐるしていたんですが、2つも投げられるんですね。確か横幅がスクリューより広かった気がするので、あのぐらいは投げて当然といったところか。爪テラー波動拳、さあマッチあるか、投げてスワッ勝利拳、今のはめくりをしゃが爪でかわしてからのだけですね。え、俺、はい、はい、皆さんこんばんは、山本です、続きまして 2P 側がセロテープさん、さあ、はい、さあセロテープさん、先ほどは当たってないんです。そうですね。ホンダライルに負けたんで、アルノートは当たってなかった。行ってる間にもう死にそうだ。危ない。さ
さあ体力がなくなって、まあ、やはり、まあ、バルログのウエスタの振り爪の振り方ですね、まあ、これに対して、まあ、じゃんけんで勝つしかないというそういう組み合わせです。さあ上り中パンとしゃがみ台パン、さあこれですね、一発逆転行きましたね。いや甘えるとああいう目に遭います。すごいですね。さああれはガードする、お客さんがあれぐらいのやつはガードするしかないですね。浅く当ててますね。あれはもうガードなんで、1回ガードして次の読み合いで、さあもう読み合いが割とできなくなっていますが、さあもうあーっと行ってる間に死んでしまいました。さあ次はペコさん、ペコさんが竜 X 竜ですね。まあ、竜も戦えなくはないですが、まあ、やっぱメインじゃないんですよね。どうなんでしょう。さあさあきつい、投げて受け身を取って昇竜中ゴス、さあさあ 2P 側のスパゴンゲージがここからだとよく見えませんが、シンクはおっと言ってる間に中ゴス、さあしかし勝利を当てる、この辺は竜でも剣でも一緒。さあ引っ掛ける大昇竜、投げて触らせますね。さあしかし手前落ちされるとあんな感じで大攻撃がかくってしまいます。あっとやっちまったぞ。さあ巻き込んで真空からゼロドット、どうだ遅くね。おっと最後立ち上がりに重なってなかったのはさすがにちょっとはまずかったですね。でここで長谷川さん連勝は止まりましたが、どんだけ勝ったんですか長谷川さんは。9連勝9連勝圧倒的1位ですね。1周目これで終了ってことなんですかね、2周目は、セロテープさんとスーさんからってことですか。そして3人目に早速長谷川さんが控えているというこの明らかに楽をさせる気がないこの四季の細道大会。1周目と2周目の勝ち数多い人が、決勝となります。あ、なるほど、そういうシステムなんですね、はいはい、ここで長谷川さんが2周目も連勝してしまうと決まっちゃうと連勝数少ない方が繰り上がりになる。あ、なるほど、そうすると2周目の、あ、2周目の人が繰り上がりってことですね。そうですね、はいはい、2番目の方が、あ、なるほど、2番目の連勝数が多い方ってことですかね。はいはいはい、そういうことか。だ今の時点で終わるとお茶丸さんが2位になるって感じみたいな感じですね。ハスラーさんが勝ってしまうとハスラーさん対ハスラーさんで決勝ということでなってしまいます。さあ残機は厳しい組み合わせですが、まあ端まで行けばね勝つんで、他のホンダやらチュンリーやらあたりよりはまあ、精神的にはいける気がしますね。お、そうなんですね。多分ダルシマ残機から言わすとどうですかね、きつさで言うと5、6番手ぐらいじゃないですか。ああ意外といけなくもない。いや全然残機使いからすればいける範疇ですね。惜しい、逃げてしまった。まあそれでも数日程度7、3ぐらいなんで、まあいかに残機きつい組み合わせが多いかということなんですが、さあ殺しきれない残儀は当然知ります。セロテープさんあれですかね、ウルツーしかしてないからジョイコン、あ、そういうこと的なアケコンがちょっと苦手になってたりしないですか、ね、あのなんかぐるぐる残儀的な動きで
初心者狩りしてるっていう、そういう、そういう、そういう話、そういう噂ですか。いやいやいや、最悪ですね。ちょっとおっと、ちょっと、ちょっとなんかミスっぽいところが多い気がする。ハスラーさん早くも登場。ここでハスラーさん、いやダルシムならいけるんじゃないですかね。ダルシムは捕まえるまでがね、捕まえたら工夫次第でいけるんですが、まあ、画面端で捕まえたいですね。中央だと何やってもバク転で終わりなんで。さあはめろと言ってますが、はめられてるのはダルシムの方です。そうですね、ダルシムははめ持ってきづらいですね。圧倒的にバルログの方が持ってきやすいですね。チョップとかで落としてもはめまでいかないんで、ブラストを当てたいんですが、ブラストは基本的にバルログが甘えた時しか入らない技になっております。なるほど、まあ、だからどこで甘えてくれるかを読むという、甘えてくれなかったら死ぬしかないっていう、そういうゲームですね。なるほど、なるほどですね。あ、まあそんな感じで死ぬと、しかし、まあ、よくある話です。さあ続いて KKY さん、いかがさんですね。あ、クレジット、クレ、あーと、おーっと、ラウンド1ファイト。さあここはちょっとね、 KKY さんにダルシムのバルログ戦はこうやるんだよ、基本的なところを ねリファレンスを見せていただきたいと。といやいや、この間真央さんに負けたと言ってますが、試合目は取ったと。さあ世界チャンピオンバルログすら倒すこのダルシムの動きを刮目してみよう。まずは爪、あれドリル、違うさあ掴んだ。さあこれがハメです。投げ返す、お、登り台形、登り台形2回目失敗、爪引っ掛けて表裏ガードした、掴んだ、投げ返し、投げ返し入れてありますね。一応下段との竹になるっぽいんですが、なるほど、スライディングか、あ、大のスペですね。あー、はいはいはい、でかなり美容値が高いので、今上逃げるのを立ち受けで封じて、今のですね、はいはい、下段を混ぜたりバックジャンプ狩りをしてみたり。さあ逃がした、ダルシムの楽しい時間が終わった。苦しい時間と始まりだ。さあ苦しい、苦しい、おっとドリルで、あ、ドリル勝てるんですね。そうですね、広い方に向かって反転の強い技が置きっぱなしになる形なので。なるほど、さあ1回目ガード、早出し、揺すられ、つらい、裏表がつらい。さあ1回捕まえた、そっと投げにか、早出しと遅出しを使い分ける男、1番出しか2番出しかみたいな感じですよ ね。さあハクさんのがいる。さあただこれちょっと KKY さんが負けたことによって、2位争いがかなり、そうですね、かなり候補っぽかったんですが、よりによって最初に当たったのがハスラーさんだったので。接触台形、さあ早出しと遅出しが本当にいい感じに使い分けられてて、すごいですね。壁橋、おっと入れ替わった、入れ替わったが、爪削り。続いて、ハクロガイルが終わりで、ヒカルバルログ、またしても同キャラ戦ですね。ちょっとね、微妙にちょっと疑問に思ってきたんですが、この2周目をこれをまた見るのはなんでだろうっていう、なんか、そうですね、1周目と同じ展開になってきましたね。ただキャラ変えてる人もいるから、
そうですね、何かが起こるかもしれない。さあバルログがバルログにパーフェクト、何もできない、ゴムですから、この勝負ゴムですから。そうですね、ゴロゴロっておっとピヨッタ、さあさあバルログとバルログでバルログが応援されています。投げて爪で投げてバク転してみた。さあ青斎さんですね、はい、マジです。さあ青斎先生お願いします。ガード、スラもらって逆もガード、頭突き出してみたが当たらない。さあ爪、おっと正面落ち、頭突き、はい、1、2、3追いついて、今のですねジャンプ勝機当てなど立ち台パン、青斎さん頑張ろう、遠い目をしますね。あと1回ピヨったラウンドは頭突きでもう1回ピヨんないので、そういうことですか、あんまりよろしくないから、ね、なるほど、そこで切り切らないといけないってことですね、違う対空にするとかですね。なるほど、え、それ知らなかったっすね。さあ積み込んだし、ちょっと待って中盤追い詰めている、逃げられた、あっさり逃げれますね、画面端から。あー最後ってら、これがハイクローだ。てかハズラさんの連勝数がメモられてないですよこれね。いやなんか全部スーさんとこについてるんで、まあ数えれば分かると思うんで。山本純理スピニングバード、さあ1点、私もたまにやるんですが1点はダメです、1点はいけません。3201点、いやーかなり勝ったようなものではありません。さあ第1段階を乗り越えたので次のステップ、そうですね、次は1ラウンド取ってみましょう。もっと空中、地上を落とすのが背中蹴り、投げ、ありがとう投げありました。今日ここに四季の新しい英雄が誕生しようかとしています。その名は山本、バルログさえ倒せればスト2プレイヤーの8割を応援してくれます。スピニング当たる、上から、おっとテラー頭殴って逃げ切れ、最後は爪が置いてある。さあお茶丸さんのバルログです。お茶丸さんチャンスです、バルログを使って応援される数少ないチャンスなんで。さあハイクロー、青い方がお茶丸さん、黄色い方がアスラーさん、上から
して、ガードできない、ガードした、さあテラーあるか、やられたことをやり返せばあるのか、いえ爪、爪ですよね、バルログ使う人ってのはバルログ対策してるんですね当然ですよね当然なんですかね、ザンギ使うけどザンギ対策はしてないですね、なるほど、はい、まあ、とりあえずスクリューでいいんじゃないですか、とりあえずスクリューがまたスクリューにやられたりするんでさあちょっと画面が何が起こってるかわからないのでぼーっと見てたんですが、勝ったのはハスラーさん、色も若干似てましたからね、え青と黄色ですよ、なんかあ黄色い方には青いところがあったりして、ラインがそうですね、でなんか空中飛んだりするとよく分かんなくなる、そうなんですよね、ロードエスケン、ロードエスケンお願いしたい、ロードさん大勝利出していこう、ここからでもあれじゃないですか、4連戦5連戦ぐらい期待じゃないですかね、竜巻飛び、ソリ引っ掛けた、やった、おっとここでカワシムが、カワシムにも参加してほしいぐらい、そうですね、これ最初からやり直しとかないですかねシャッフルし直しますか、やり直しでキャラも決め直しぐらいの勢いで、一周で終わりましょう、それでまあとりあえずやってしまったものは仕方がない、そうですね、はい、配信しちゃってますからね、そうですね、よく考えたら別に見てる人も怒らないとは思うんですが、爪が届く、いやさあ伊佐治さんですね、伊佐治さんお願いします、さあちょっとメガネがずれた状態で登場した伊佐治さん、なんか今ここに集まってるプレイヤーがハスラーさんからもらったビーズを一斉に手放そうとしています、こんなちょっとしたアクセサリーぐらいで許されるようなことをしていない、さあ伊佐治さんがいい感じ早出しスパコン打ってみたが、ああ言ったまさか今キャミーの悲鳴が聞こえたが、さすがにバルログも知りました、さあ引っ掛けるフーリガン正面投げて受け身なし、スラタイク爪が中盤が引っかかってされてますね、さあバルログ、そうですね、伊佐治さんがうまく立ち回っているんですが、さあなかなか爪を当てにいきません、おっとかなりふわっとした、おっと中足がサクッと、息も詰まる攻防ですね、そうですね、コメントしにくいというか、緊張が伝わってきちゃいます、我々がワーとかギャーとか言ってるその声すら邪魔になるかもしれないんで控えますね、放送事故にならないですか、大丈夫ですか、多分あのバルログのひょうひょう言う音が入ってるんで、あ、それでかろうじて大丈夫です、さあフーリガンナイス、めっくりからの4段階もめっかった、あとは伊佐治さん、さあここで連勝止まった、今8連勝されました、さあ伊佐治さん1勝ですね、イサジキャミーが勝って、続いてトモザさんベガ、皆
さんちょっとコメントが満足感でもう、そうですね、よかったよかったっていう今声が聞こえてしまいましたからね。頑張っていただきたいですね。そうですね、引き続きまだ、ね、大会はまだまだ続きます。そうですね。さあ、トモザベガキャノン引っ掛けてダブルに投げて、アントミからキャミテンはちょっとダブルニーが機能しづらいんで、あーなるほど、若干やりにくいらしいです。さあ今のうまいぞ、バーからのヘッドプレス、最後のヘッドはめくりなのか、怪しいですよね、あれ分からないですね、なんかたまにめくりがあるんですよね、多分ダウン中に早出しして変な軌道にするとなるんだと思うんですけど、スライディング下段重ねてからのガード、あーめくりっぽいですね、スパイラルライト目は使わせて、ただ体力ゲージだいぶあるんで、さあ追いついたぞ、もう追い越したぞ、ウリガンダブルに引っ掛けて、さあめくりから、おっと投げで結構減った、なるほど、引っかかる、引っかかった、気が抜けて、キャノン引っかける、また引っかかった、お触らせるのうまいっすね、ですね、投げが通って、おっと最後は投げで、今のは多分受け身読みに技を重ねにいったら相手が受け身取ってなかったので目の前に着地しちゃったみたいな感じだと思うんですけど、はいはいはい、先にってことですね。さあ久々さん2連勝、続いてペコさんの剣ですね、ウーリガン、アンドミから壁まで追い詰めて、ショーリュゲン、さあ打ちだが大足ダイク、キャミーのジャンプ台形が超長いんですがちゃんと大足ダイク、ピチッとミサさん踏まないですね、早打ち差し返し、早いですね、大足球は全く踏まないですね、ミサさん大昇竜、あの足大足波動拳、あ裏拳で抜けてきたな、おっ危ない危ない、最後ダイヤ神節だからかなり危なかったんですが、いやーフーリガンじゃないよ、アクセルスピン、アクセルスピンの後最後ダイヤ神2とこにドンピシャで飛んでたんですが飛び越してしまって、で、続きウネガエル、ウネガエル君もねだいぶ上手くなってで期待できるじゃないですかね、昇竜拳、投げる、さあ大足の途中に大足2回出ちゃいますからね、ガイさんね、ピッチでとがめられるかどうか、さあガードしてる、
はい、よし昇竜拳バックジャンプすら許されない。さあおっとまさかのゼロゾットからですかね。逆転出して、さあ弾の打ち合い、飛びが通る。ソニック踏んで、おっと胸返りがいい感じだが、おダブルサマー地上ヒット。さあゼロロット、ゼロロット、さあじっくり行きたい。さあなかなか触れない、触れない。さあ使わせて、最後届いた。ありがとうジャンプ台系、寝返る勝利。ってことは2周目の2サイクル目に入るわけですね。セロテープザンギエさん、あれザンギーガイルはだいぶガイル有利なんじゃないですかね確か。いやいやいけんじゃないですか、中足とソニックでみたいな雰囲気があるんですけど、どうなんすかね。おナイスですね。もダブルサマー重ねが、サマーが出なかったが、おっと、どうした、ヒットバットでどうした、前進むんですね、あんなに。おっと安全加算からのスクリュー、サマーが暴発なのかな。やっと安全加算きっちり今回は機能した。最後ダブラリー投げに来たのか。で2周目終了ですね。お茶丸本だとアスラバルログになるんですかね、組み合わせ。じゃあ、お茶丸さんとハスラーさんで、3先の決勝ですね。で連勝数の多いハスラーさんがワンピッツで選べます。さあ本日全部で17回勝っているハスラーさんとジャンマルさん4勝。決勝は3先、ラッピーがハスラーさん、スーピーがおジャンマルさん、
お願いします。さあまずバルセロナ、ケツが立って、テラー逃げたの蹴りが、小田が爪がお釣り、引っ掛けてさあどうしてもバルローが先に動ける感じ、突き引っ掛けてワンチャンあるか、高いところからテラー、さあまず1勝目、長谷川さん、多分百裂削りがバレてる気もするんですけどね、あんま百裂削りとかそういう展開だってない気がするんですけどなるほど、まだ百裂を見てないような気がする、あ、なるほど、もうそのじゃんけんの前ってことですね、延長、あの一方的に向こうがじゃんけんを仕掛けてきたりはしてるんですけど、さあ大パンなるほど、向こうですよねまあ、リードすればホンダが待つことも可能なので、はいはい、最初のさっき今みたいにファーストヒットが当たったらば、まあ、じっくりってなるんですけど、ちょっとお茶丸さんのスタイルではないので、そうですね、さあお茶丸さんはとりあえず技を振りたいタイプ、アドバンスですからね、さあテラ地獄の始まりです、100巻とかで抜けれないんですか、祭りもらいますね、大丈夫、あ、なるほど、一応やってる場面もあるんですが、はいはい、こんな感じですね、なるほど、でちゃんと交差してるんで頭突きのためは解除されている、そうですね、そうですね、で100巻で逃げても祭りが一発入ると思います、さあ削り、春日さんはリードしてるのでそこは別に頑張らなくていいところ、なるほど、2本取られてしまった、ああここからの巻き返しがあるのか、最後ちょっと良かった、良かった、良かった、転ばして百裂で削ったりしてるところは、ね、ホンダのいいところなんで、もっとホンダのいいところが見たい、そうですね、進め、なるほど、お釣りがきっちり、突き、さあ気合い投げ、上り詰め、ちゃんと2発目を割っていく、治療に無双2発目をね、ガードしてから詰めてもいいんですが、テラ、来ましたね、ですね、チョップ、一応逃げショーパンとかバルテラ対策になるんですが、さあ生きているか、生きているか、生きている、死んでいる、優勝はハスラーさん、おめでとうございます、じゃあ皆さん手元にビーズがある方はあのゴミ箱の方へひどいですね、ちょっとそれはそれは本当ひどいです、はい、じゃあ優勝したハスラーさんにちょっとお言葉を、はい、今日は皆さんこんばんは、ハスラーです、優勝できて嬉しいです、こちらです、ありがとうございます特に言うことはないんですけれども、みんなと会えて嬉しかったです、ありがとうございます、また機会があったらいらしてください、はい、温かく入れますので、というわけで第35回四季の細道、優勝はハスラーさんでした、あとは普通にの試合でいいかな、
Round one, fight!
い。
ンハイ。
Thank you.
Walking!
ンハイ。そうしましたら23時になりましたので、この試合終わり次第放送の方は今日は終了したいと思います。来週も同じ時間で放送いたしますので、その時もよろしければまたお願いいたします。では、長時間お疲
疲れ様でした。それでは皆様お疲れ様でした。失礼いたします。